はい、スーパー耐久開幕戦鈴鹿来ています。決勝の始まる前のグリッドです。注目の ST 級クラスの 86BRZ ちょうど並んでるんでこの前に立ってます。はい、今回ね、予選では86の前に位置することになった BRZ です。まあね、86がちょっと B ドライバーの、走行中トラブルがあったということで、まあ、こういうことになったわけですけども、タイム自体はまあ2秒ぐらい差が実はあるというんですが、レース5時間あるんで、まあ、耐久性に優れた、まあ、市販車と、ね、同じスペックというか、ね、同じエンジン使ってるんで、信頼性とかはこっちの方がもちろんあるだろうということで勝算あるのではないかというふうにスバル陣は見ているようですね。はい、どんな戦いをしているか楽しみにしたいと思います。中村社長、そして井口選手、山内選手、さらにスバルの開発ドライバーの方が入って車の熟成を進めていくという形になっているようです。はい、そしてルーキーレーシングの86、こちらがまあ噂の、ヤリス用のエンジンを、まあ、一定のクリッターターボエンジンを使ったモデルとなります。排気量をちょっと下げてるんですよね。それで、まあ、規定に合うようにしているというエンジン、当然こっちのターボの方が速いだろうと思ってたんですが、スバルに行かれちゃいましたね。ただ、こちらも同じように合成燃料を使って走らせているということで、その速さもそうなんですが、ね、その僕らとしてはね、やっぱ内燃エンジンの将来未来が気になるところなんで、こういう試みは大歓迎というところですね。さらにね、まあ昨年に、21年の岡山の時にも、会見でね話がされてましたが、今回ねスバルとこの GR は、公開開発テストを行うという形でやると、今速さを競うで、まあ、パワートレインだけじゃなくていろんな意味で車の熟成を進めていく、ということで、まあ、お互いにね研鑽し合うという形で、まあやっていくというところを見せています。はい、そして森蔵選手が見えます。水素カローラですね。こちら今回また鈴鹿の仕様に対しても航続距離を2割ほど伸ばしてきたといいます。タンクの容量は変わらないんですが、そのタンクからしっかりとこう吸って使えるようにしたというんですね。こういっぱいこうタンクから燃料水素を吸い出していくと、どんどんタンク内の圧力が落ちていく、圧力落ちると外にこう燃料出てこなくなっちゃう、まあ、それをちゃんと出てくるようにするみたいなところでしょうか。はい、そうした細かい配慮で開発が進んできた。で、今年に関しては、まず液体水素の方も開発はしているということが明らかに、まあ、改めて、ね、話されました。やっぱり液体水素にすると燃料の容量 1.7 倍になるということで、まあ、航続距離というところでいうとね、まあ、そこが大きなネックというか気になるところなんで、まあ、そこがまあ一つ解決の、まあ、手段の一つになるというようなところでしょうか。今シーズンこの水素カローラに関してはパッケージングの方の煮詰めということも考えていきたいということでした。やっぱりね皆さん気になるのは航続距離だと思うんですが、レーシングスピードで走って、前回の鈴鹿の時には8周でピットインしてたのかな、水素充填してたのか、今回ね10から11いけるという話なんですよね。まあ、そういう風に車進化してるんですけど、まあ、まだまだねそう普通に考えるとそれしか走んないのというようなことを思われるかもしれません。まあ、今年に関しては、まあ、そういうところもしっかりと示していきたい、見せていきたいという話でした。つまり、普通の、使い方をしたときに、ね、定常の、まあ、街乗りとか高速道路とか、まあ、そういうところで の使い方みたいなところで、車を走らせたとき、水素エンジン走らせたときには一体どのぐらいの距離走る車ができるのかみたいな、みんなが知りたいと思っているところというか、水素エンジンの未来に関してね結構鍵を握りそうな、そういうところに関してもじっくり検証していくんだというようなことを話していましたので、ね、なんか楽しそうだけど、でもこんなにいっぱい、ね、水素、充填、頻繁にやらなきゃいけないのかなみたいなことを思っている人にとってはね、まあ、自分も含めてですけど今年は答えが出るのかなという期待をしています。はい、そして、バイオディーゼルを使ったマツダ2ですね。こちらグリッド順位的にはちょっと離されてしまいましたという感じですが、今年から、デミオではなくてマツダ2として、はい、しっかりと出てきました。ユーグレナの作っているバイオディーゼル燃料ですね、こちらで走る車です。ただね、まあ、なんとなく、もう報道されてますけども、
ちょっとね BRZ86 が早いということで勝負にならんというところあって、こちら今話してらっしゃいますけども松田丸本社長、土曜日にね 2.2 リッターかなのディーゼル300馬力級のエンジンで戦いたいというのが技術の方から出てきたんでそれをやっていくゴーサインを出したとゴーサインを出したということをねおっしゃってました。なので、まあ、前半これでねノウハウをた、集めていって、後半戦でもしかしたらねもしかしたらその時は松田2じゃないかもしれないですよね。なんかそういうなんかサプライズみたいなことも起こるかもしれません。なので松田の戦いにももちろん注目をしていきたいと思います。まあ、そんな、スーパー耐久これからスタートします。はい、今レース終わりました。決勝レース終わりました。ライドナウで注目してずっと追いかけている水素カローラ、そして GR86、BRZ のカーボンニュートラル燃料のマシン、さらに、マツダ2のバイオディーゼルのモデル、全車完走となりました。カローラは最後ね森戸選手のドライブでしたね。そして、スバルと GR の対決は今回は GR が制することになりました。そしてマツダはね、無事完走ということで、まあ、見応えというかね技術競争なんでね、これレースそのもののバトルも今回ね86と BRZ の間ではコース上で何度も交錯して、まあ、見応えのあるものを見せてくれましたし、技術としても多分ね今回なんかお話を伺っていると課題はいっぱい出てきたぞということなんで、またね次は進化した姿をどの車も見せてくれるんだろうなと思います。ライドナウではね今年スーパー耐久この、まあ STQ もうね乗りかかった船的なところもありますが、できるだけ追いかけていきたいと思いますので、しかもね、まあ、レース結果レースレポートじゃなくてその、まあ、それも含めたね日本の、これからのね、まあ、モータースポーツだけじゃなくて自動車どうなっていくのか、その技術開発の行方みたいなところをねしっかりと追っかけていきたいなと思います。はい、とりあえず今日はスーパー耐久第1戦お伝えしました。